すいません。今日なんですけれども、実はメンズサファリ札幌さんに来ております。昨年の11月にですね、一度お邪魔しまして、もう楽しくて楽しくてまた来たいと言っていたんですけれども、実は今回ですね、メンズサファリ札幌さんのクラウドファンディングがありまして、そちらの支援者として支援させていただいて、返礼金としてですね、撮影ができるということで来ております。こちらのアルションチャンネルとノースサファリサポーターのチャンネルのリンクとかも貼っていただくということができるということなので、あとは、前回行けなかったゾーンがあるんですね。デンジャースの森という危険な香りが漂うところがあるんですけど、そちらもちょっとお邪魔しようかなと思っております。ということで、よろしくお願いします。サミさんこんにちは。ノースサファリサポーター森ちゃんでございます。こんにちは。すごい今日天気いいです。これですか？後でわかります。はい、ということで、さあ本日はですね、クラウドファンディングにおきまして YouTuber 体験を応募してくださった方、実は一緒に来てくれてるんですよ。それでは紹介させていただきます。どうぞ来てください。お願いします。よろしくお願いします。チームモグレアですね。はい、すいません、オリジナル T シャツ着ちゃってごめんなさい。バッチリ宣伝してますけど、はい、すいません、ありがとうございます。お願いします。サッカーとアーティストやってます山田夏美と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、札幌白石区南郷18丁目、で美容室を経営しております桜並なたと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ今日は YouTuber 体験応募してくださって本当にありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。楽しみです。はい、やっていきたいと思います。はい、さあこちらの企画はですね、お客様にどんな企画をしたいですかということで打ち合わせをした上で行っていきたいと思ってるんですけれども、今回絶対会いたい動物がいるということで、はいはい、ナマケモノちゃんです。ナマケモノちゃん、いや最近すっごいナマケモノちゃん人気あるんですよ。本当に人気あるんですよ。で北海道にナマケモノ実は今ここだけなんですよね。はい、おー、そうなんです、そうなんです。他にはいるっていう話だったんですよ。はい、あとはもう金華獣、皆さん金華獣ちゃんです。毎日あの触れ合いを実は行ってるんですけれども、すっごい人気あるかわいいかわいい珍獣金華獣でございます。アライグマの仲間ですね。はい、はい、そして最近ね、お生まれになった赤ちゃんに会いたいと。ありがとうございます。では私激推しのミーアキャットちゃんで行きたいと思います。グランピングで動物を泊まれるっていうシステムがあるんですけれども、その中でもうトップを争う可愛さのミーアキャットちゃんで、はい、今回撮っていきたいと思いますので、それでは動物と触れ合っていきましょう。よろしくお願いします。はい、では行きます。ありがとうございます。さあお連れしました、金華獣ちゃんでございます。名前はローラ。かわいいですね。もう全然アライグマっていう感じがしないかもしれませんが、本当にアライグマ科なんですよね。頭の形とかがアライグマに激似だそうです。大変。それでは、ごめんなさい、こんな姿をお見せした後に言うのもあれですけど、触れ合いますか。はい、はい、どうですか、乗せた感じ。え、意外と軽いんですね。そうなんです、結構軽めです。すごい尻尾長い。こう木に登れる動物は足の向きをぐるっとこう人間にはできない180度後ろに回すことができるので、この掴む力がすごい。あ、大好きですね。はい、T シャツの中に入るの実はすっごく大好きです。すごい絵になる。、はい、あ、すごい、バナナ大好き。そうなんです。食べられない果物とかはないですか？そうですよね、あんまりこう酸味の強すぎるものはダメかもしれないです。はい、はい、かわいいですね。お目目クリンクリンでかわいいですね。やっぱり入りたがりますね。すごいです、なんか。なめてる。お腹をなめてます。あら、あ、これもう押さえてる。そうです、押さえてます。ちょっとブラやめてください。じゃあミーアキャットです。続きまして、はい。まだ子供なので、うん、常に。泣いてます。この声も可愛いんですけど、抱っこの仕方はこうお腹のところに手をやってあげると、やっぱり隙間にこうキュッと挟まるのが好きなタイプなので、こう
そうです。で、耳の横とかこう書いてあげたりするとすごい落ち着きます。では、いきますよ。ですね、フィットしてますね。はい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 。ああそう、ああそうなの。うんうんうん、何、うん、今日いいことあったの。あった。うん、何がいいことあったんですか。なんか、うん、今日はご飯が美味しかったそうです。あ、よかったじゃない。さっきちょっと残してたけど、ご飯、うん、は普通にあれですか、果物とかですか。果物も食べますし、うん、あとはもう虫、虫大好きです。あとお肉だったり、肉食よりの雑食なんですよ。で、昆虫食強めです。あ、そうなんですね、はい、この前サソリ食べたんですよ。え、すごっ、ね、誰も教えなくてもちゃんとハサミと毒針から取って、あら、すごいですね、かっこよかったですよ。ただ手近づいてた時にずらさないとパクって噛まれるかもしれないので。やっぱ噛んだら痛いですか。痛いです。あすっごい近いですけど。なかなかできない、ね、近さです。いやちょっと本当にもう感無量ですね。よかったです。本当によかったです。いや本当になんか、ね、怠け者とかをこう触るのが夢だっておっしゃってくれてたので、なんかこう夢を叶えられる瞬間があるっていうのがなんか嬉しいです。本当に、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうこのまま持ってくれたいくらい。、はい、お疲れ様でした。でグランピングをすると動物さんたちも一緒に泊まれるとか。そうです、あの部屋によって泊まれる、うんうん、あの動物が変わったりもあるんですが。そうです。ナマケモノさんも可能。ナマケモノさんはここの部屋で可能です。ぜひ。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。かわいいかわいい、ちょっと珍しい動物たちをたくさん触れ合ってもらいました。どうでした。いやもう指定してね、こういうプランにしたいっていうのそのまま叶えていただいたので、感無量というか、いやいやもうお腹いっぱいです。いやお腹いっぱいですけど、あの帰りにちょっとうまろうじを食べてご飯食べて。ぜひあの、はい、受けてもらいますので、ちょっと。いやもう本当に楽しんでくれて私はすごく嬉しいです。はい、まあ、これからもぜひ YouTube 見てくれると嬉しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、さあそれでは今回ノースサファリ札幌、森ちゃんと可愛い動物たち、そしてチームモフレアの山田と桜見でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。チームモフレア。はい、じゃあここら辺ここをバックしてもらって、もうちょっと、はい、あ、もうちょっと、いけよ、ノーラやりて大丈夫、うん、出てきたよ、出てきたよ、慣れてる、甘えん坊だよ、甘えん坊だよ、かわいい、すごいかわいい、びっくりする、この特別ゲストですね。特別です。さあお連れしました、金華獣ちゃんでございます。名前はどうだ、まだ子供なのですでに泣いてます。この声も可愛いんですけど、今一瞬こう気持ちよくてこう息が止まりますね。結構あれって気持ちいい。懐っこいよ。やっぱり大人になっていくと分かれますね。ダメなこと、大丈夫なこと。ドラゴンボールに出てきそうなお家。ちっちゃいジープみたいなある。すっごーい。ビップって感じですね。すごい超絶ビップです。
こういう感じで。なんかあの、腰藁みたいな。触ったことないけど、腰藁みたいな。パリパリして、パリパリして。なんか、この子3歳。あ、もう大人ですか。まだもう少し大きくなりますね。ちょっとまだ小さいです。来てから倍ぐらいはでも大きくなったんですよ。大きくちゃんです。本当だ。そうですね、ご機嫌があるかもしれません。めっちゃ可愛いですよ。可愛い。もうこのまま持って帰りたいぐらい。はい、お疲れ様でした。